今回、小島源氏役をやります、安藤正信です。今回は、60年以上前に起きたその台湾がまだ日本の植民地支配にあった本当の事件でしたし、とても日本人としてショッキングでしたし、それを受け入れるってことがとてもすごく難しくて、それを演じることにとてもなんか勇気がいったっていうか、そのことがとても今回難しかったです。印象残ってるシーンはやっぱりその原住民語を使った自分があるシーンで感情を爆発させるシーンがあるんだけど、そこはとても原住民語を使ってとても長いセリフだったので、そこの部分は大変でしたし、ロンバイスポダーニスルラマスカラーラナム、あやべ、これがガンダモナルダワダハムヤテンセヤフヤムチュハワダパラ、あ、ごめんなさい、やばい。ワダパラカリセガシッグマグスマラカラウンタワダナムツリウンダ、好棒啊，他讲的可以讲到这样，很棒。